岐阜工業専門学校は1942年に岐阜県によって設立された公立の旧制専門学校。創立時の名称は岐阜県立高等工業学校。日中戦争下の時代、文部省によって1939年に官立高等工業学校が増設されることが伝わると岐阜県でも誘致運動が起こった。1938年12月。 岐阜県会は県下への高等工業学校設置を要望する意見書を可決している。しかし、1939年3月に文部省が発表した新設高等工業学校7校はいずれも県外ばかりで岐阜県は誘致に失敗した。やがて県立の高等工業学校を設立する機運が高まり、岐阜県は1942年8月、 県立高等工業学校設立認可を申請。1942年11月には、県議会で高等工業学校設置予算が、可決された。岐阜県橋間郡笠松町時和町1700番地の、岐阜県立第一工業学校に併設され、廃止まで同校地を使用した。笠松校地は、更新の申請に不意工科大学工学部。 岐阜県立大学工学部に引き継がれた。1952年4月に国立医官により発足した岐阜大学工学部は、当初は笠松工事を使用したが、1954年9月に稲葉郡中町の農学部キャンパスに移転。さらに、1981年10月に現在の岐阜市流古地区に統合移転した。ありがとうございます。